スカリジは、日本の特農家、農業生産法人豆太郎代表。MOA 上里普及会会長、自然農法の先駆者。1957年、埼玉県小玉郡上里町の江戸時代から続く、農家の9代目に生まれる。父が1956年より、自然農法を始める。1978年、東京農業大学を卒業後、就農。 1993年、上里町自然農法研究会を設立。1996年、農業生産法人有限会社豆太郎を設立。2009年、市場史家、五両省園があった上泉村で田植え式を実施。豆太郎の国産有機野菜。山木醸造グループ。2017年3月23日閲覧。埼玉県埼玉エリア。 一般社団法人 MOA 自然農法文化事業団関東支所、2017年3月23日閲覧あやの国健康鉄人認定者一覧埼玉県2017年3月23日閲覧自然農法の出番が来た2017年3月23日閲覧日本における有機農業の発展の現状と戦略そして今後の課題 2017年3月23日閲覧。有限会社豆太郎。株式会社山木。2017年3月23日閲覧。古代ベータウェイ式。NPO 法人、市場史家食文化協会。2017年3月23日閲覧。埼玉県上川町の食、農、自然を、オーガニックビレッジ上川として、ブランド化。 観光庁の官民共同した魅力ある観光地の再建、整備強化事業の一環としてモニターツアーを企画。マイライフニュース。2017年3月23日閲覧。社会教育教材、食と農業。桜映画社。2017年3月23日閲覧。週末ファーマーによる自然農の野菜栽培。2017年3月23日閲覧。 共同組合経営研究月報。シニア2017年3月23日閲覧。ありがとうございます。